ただいまから予算委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。令和4年度第2次補正予算2案審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続きにつきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、さよう取り計らいます。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。令和4年度第2次補正予算2案審査のため、本日の委員会に全国霊感商法対策弁護士連絡会東京共同法律事務所弁護士木村壮君を参考人として出席を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定いたします。令和4年度第2次補正予算2案に関する理事会決定事項についてご報告いたします。本日及び明日の質疑は総括質疑方式で331分行うこととし、各会派への割り当て時間は自由民主党80分、立憲民主・社民93分、公明党39分、日本維新の会47分、国民民主党・新緑風会24分、日本共産党24分、れいわ新選組12分、NHK 党12分、質疑順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。速記を止めてください。令和4年度一般会計補正予算第2号、令和4年度特別会計補正予算特第2号、以上2案を一括して議題といたします。これより質疑に入ります。福山